市民の皆さん前原市長の平尾です新型コロナウイルスの感染症による影響が長期化しています子どもたちを励まし子育て世帯を応援する国の支援策として臨時特別給付金の給付が決定されました前原市では対象となる世帯に年内に5万円を給付することをお知らせしておりましたが 年内一で子ども1人当たり10万円を給付することを決定しましまたこのことにつきましては審議会においてもご理解をいただき一刻も早くお届けしたいという同じ思いから緊急に議決をいただき実施することが可能となりました給付は今月24日には児童手当の支給を受けておられる世帯にまずお届けをいたします。 コロナ禍で負担を強いられている子どもたちが安心して日々を過ごしていただけるよう、この給付金をぜひ有効にご活用いただきたいと思います。また、児童手当の支給を受けていない世帯や、本年10月1日以降に出生されたお子さんのおられる世帯の方々には、給付金の申請が必要となります。 来月には対象となる世帯にご案内をさせていただき速やかに給付を行ってまいりますのでご理解をいただきたいと思います現在新型コロナウイルス感染状況は落ち着きを見せておりますが変異ウイルスが国内でも確認されるなど予断を許さない状況は続いていますまたこれからは年末年始で人と接する機会も多くなります 感染予防のマスクの着用や手指消毒など引き続きご協力いただきますようよろしくお願いを申し上げます。